プロデュースの川口です。林です。リベロです。なんかサーマーク出版さんから小包みたいなものが届いたからちょっと開封してみたいと思います。台湾でブックフェアに行って向こうで取材を受けたやつで、トートバッグが入ってた3つ全で、おー、日本じゃ手に入らないんですね。あ、そうです。もう多分手に入らないと思う。これ多分ここに書いてあるのは あの日に戻れたらあなたが会いたい人は誰ですかみたいな、そんな内容だと思います。僕漢字に近いからで読んでみましょうか。要するに漢字読みしてるだけじゃん。も戻れる、戻りつくことができるならば、あ、天一？天一に行ってみようってこと。天一に戻ることができるならば、誰を見にあなたは思いますか、思い浮かべますか。一番会いたいのは、そう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 、そうだから天下一品に行くならあなたはそっから間違ってるから。これは取材を受けた雑誌ですね。ほら、お、あら、川口俊一、じゃじゃん、あれ出ました。あれ、俺がいる。台湾デビューしてますよ。これ俺ですね。リベロだね。ほんで真ん中のピンクのが、これがツーちゃんで、これがホーリー、で、で、これかなりさんですかね。かなりさんで、で、アイちゃんね、カズ役の。で、こう、取材がね、あるんですけどね、一切読めませんね。読めねー。林さん読めますか。あ、俺大体読めます。大体、今、ざっと読んだ感じ。これも、雑誌、向こうの雑誌ですね。あ、来た。ん？あ、この写真、恥ずかしいな。いかにもっていうポーズ撮ってるから、ちょっと俺一回俺だけ見ましょうか。俺だけ見ましょうか。あ、これはいい写真ですけど、川口さんは恥ずかしがると思う。あ、うん、いや、これすごいいい写真ですよ。見ますか、僕の恥ずかしい、恥ずかしい。ただね、かっこいい。本人が恥ずかしい。ちょっと本人が恥ずかしい。おお、かっこいいじゃないですか。それが恥ずかしい。僕基本的に大阪の血が流れてるんでね、なんかかっこいいって言われる、面白いって言われるとすごいいいんだけど、かっこいいって言われるとちょっと恥ずかしいんだよな。あ、こっちにもリベロが、さっきの写真が、おこれは多分向こうの要するに、だ多分これルールズって書いてあるから、ルールが伝わっちゃった。これ多分これで おそらくどっかに映画監督を目指してますみたいなこと書いてあるかもしれない。あ、まだ続く。え、すごい。これでしょ、このページでしょ、うん、次のページは、おお、これは向こうの本です。ああ、映画の帯がついてる。あ、なるほど。映画の帯がついてる。有村さんと共演。ほら、まだ続く。4開き目、すごい。4開き目、こんなに長く書いてあるんだ。ほら、これは内容読みたいね、これね。これは3作目の思い出が消えないうちにのプロモーション、何つぐらい壁にね、書いたサインとかね。壁、さっきのトートパック。ああ、ほんとだ。どこの壁ですか。ブースを作ってあったの、その、ああ、ブックフェアみたいな。そうそうそう、立て込んであって、で最初にその立て込みを見た時に、最初に見たのは、ああこうやって立て込んでんだ。立て込み方をチェックしてしまう。まだ次のページがピロン。この方が編集長の方ですね。これ台湾のブックフェアで、この要するに作ったブースが一番いいっていう、なんか賞を取ったんだ。で、こういう、お、まだ続く。何開き目や、何開き目だ、すげえ。大特集だね。ただ一切読めない。一切もう一生懸命コーヒーって文字を探してるだけです。ここまでですね。これは新聞ですね。お、おー、おお、広告が載ってました。日本では120万部突破してるよみたいな。本屋賞、本屋大賞、ニューなんとか入選みたいな感じなんですね。台湾版の思い出が、おお、
なんか熱いですね。同じ本なんですけど、カバーが違う2パターン。台湾の出版社さんはその想定をそのまま使ってくれてるので分かりやすい、うんうんうん、想定がやっぱ変わる場合もあるんですけど、あの、ああやって、あれ韓国ですね、一番右の、あれ韓国で、その隣は中国から、あ、中国の大陸の方のやつと、うん、こっちは、ね、台湾の方の、だその地域でちょっとその翻訳が、あ、文字のあれが違うみたいで、あれ中国でこっちは台湾の方ですね、うん、他にもちょっと全部は紹介できないんですけど、ちゃんと数えたら分かると思うんですけど、17カ国以上にあの翻訳されてます、コーヒーを。でこれはさっきそこにあったあの中国語ですね。こっち短いんだよね5文字、コーヒーミレーゼン的な、コーヒー冷めないよみたいな、うん、まあ本当に、こういう翻訳本もね、本当に17カ国語以上に翻訳されて、たくさんあの方に読んでいただいて本当にありがたいなと思います。あのこの動画面白いと思うかどうか分かりませんけども、高評価これからも応援よろしくお願いします。できればあのチャンネル登録していただけると嬉しいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はこれで、ね、お疲れ様でした。お疲れ様です。皆さんそれ珍しい色の、これ珍しいでしょ、うん、初めて見ましたね。ずいぶん前、1年前かな、ちょなんていうんだあれ、なんていうんですか、ガードラッシュ、そうそうそう、ガードラッシュの代わりとして来てた。シュガーラッシュはディズニーの映画ですね。ご飯をたくさん食べる人はたくさん出る。プリ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 。